どうも、本能の小物釣り師です。今回の釣りは新潟遠征の帰りの富山県での釣りになります。富山県は東の方、黒部市の石田フィッシャリーナという釣り場であります。ここは釣り専用の桟橋が設置されていて、漁港の中でも、正式な釣り場であります。こちら今から漁港の本体を抜けて、釣り桟橋の方まで歩いていきたいと思います。ちなみにここ一度来たことがあるのですが、その時の釣果はフグが1匹という、稀に見る大貧化に見舞われまして、それ以来の2回目の釣りになります。釣り人は、結構いますね。夏の昼間で、相当暑いのですが、まあ、その中釣りをしている人もいますというか、私もその一人です。ただ激混みという感じではないですね。しかも爆釣している様子はないので、なんとなく一抹の不安を感じながらの、釣りの開始となります。まあ、なかなか多分近くに河口とか岩場も見当たらないので、なかなか魚が寄るというのが難しい場所ではあるのかもしれないです。ただこの時期、砂浜のちょい投げだと海水浴場があったりするので、まあそこを避けつつ、それなりに釣れる場所ということで、まあ今いろいろと夏の釣りを、模索しているところです。正面見えてるのが、海水浴場ですね。結構泳いでいる人が見られます。もうちょい、先の方に進んでみましょうか。今回この先端の丸くなっているところから、沖合側に向かって投げていきたいと思います。さて、釣れるでしょうか。さて、釣り方ですが、見ての通りちょい投げ釣りであります。竿は 2.5 メーターのエギングロッド、道糸が PE の 0.8 号で PE2 号の力糸をつけております。重りはジェット天秤の8号、針はキスの6号、餌は砂利目をつけています。こんな感じで、釣り桟橋の先端のところから、沖合に向けて投げて、探って引いているところです。それで当たりですが、ほとんどない状態です。ここはシロギスはいるかどうか微妙な感じの、海であります。砂地なので、まあ、いてほしい感じはあるんですが、まあ、場所によるというか、なんとなく経験上、まあ、シロギスを確実に釣るということであれば、まあ、砂浜から、浜から投げた方が少なくとも夏に関しては釣れるのかなという気はします。生地こうやって桟橋で沖に出てしまうと、かえって当たりが少なくなるという現象は、そういう印象は持っているところです。まあそんな中でも、100メーター以上投げる人もいますし、釣りの船、キス釣り船もあったりとかするので、まあ、沖合だから釣れないってわけではないと思うので、まあ、釣れる場所釣れる場所ということで、まあ、あちこち探しながら、まあ、その辺は経験を積んでいきたいなと思います。とはいうもののなかなか釣れないですね。ここから先、リアルタイムで、お届けしたいと思います。動画編集の手抜きではないです。まあ釣りをしたい、自分が釣りをしたい人にとっては釣れてる場面だけ欲しいのかもしれないんですが、まあまあ、まあ、せっかくの YouTube というか、まあ、編集しなくても別にお金取られない場面なので、まあ、海の動画そのものというのも重要なのかななんて思ったりもしてます。まあ、その辺のこう動画の具合は、まあ、なかなか難しいところだなと、もう思っているところで、まあ、その辺の動画の編集の感じというのも、まあ、それもおいおいという感じではあるんでしょうか。と言っている私の MC が邪魔かもしれませんので、そろそろ終わりますというか、そろそろかかりますので、しばらくお待ちください。
疲れ。釣り方を変えました。胴突き釣りです。ちょい投げ釣りは安定しないのかなという感じでありました。竿が 1.8 メーターのバスロッド、ベイトキャスティングリールをつけまして、仕掛けはこの市販の胴突き仕掛け、針小さめ、針数太めのものです。餌は、オキアミを使います。あと、コマセを網姫をつけて、魚を少し寄せようかなという、試みもしてみます。Woo!